アヒニ東駅は、広島県廿日市市アジナ一丁目にある、広島電鉄宮島線の駅である。駅番号は、M37。当駅は1931年2月、宮島線の全通と同日に開業した。当時の駅名は、アジナ駅である。宮島線は、開業より副線であったが、当駅を含む廿日市から宮島までの区間は、 太平洋戦争下の1944年、当時広島市内で建設が進められていたみな、実戦の資材に当てるために、下り線のレールが撤去され、単線に変更された。この時、当駅には列車交換のための対比線が新設されている。同区間が複線へ戻されたのは、戦後、1950年のことであった。 駅名は1954年に、事後前県病院前駅へ改称される。この改称に先立つ1951年6月には、県立事後前病院が、事後前村に開院している。同院は、県立広島病院の事後前分院へと変更された。後、1972年3月をもって廃止された。この月の初めには、当駅も、再解称し、 アジナ駅へと戻されている。そこから、アヒニ東駅と称するようになったのは2001年。当駅の隣駅で、西日本旅客鉄道山陽本線のアヒニ駅に、隣接する田尻駅を、広電アジナ駅へ改称するため、駅名が変更された。ホーム。奥に、歩道橋が見えるアジナあずま駅はホームが、地面に接する地上駅という形態をとる。ホームは2面あり。 二本の線路を挟み込むように、向かい合わせに配置された、相対式ホームである。線路の東側にあるのが、広電宮、島口駅方面へ向かう、下りホーム。西側にあるのが、広電西広島駅方面へ向かう、上りホームで、互いのホームは、駅の西側を通る、国道2号から伸びた、歩道橋によって結ばれる。両ホームの広電宮島口寄りには、かつて、 宮島線内で運行されていた鉄道車両専用の高床ホームが残されている。20日市市統計書によると2018年度の1日平均乗降人員は569人であった。阿比ニ東駅の乗降人員は以下の表のように推移している。駅のすぐ東側には瀬戸内海が迫っている。駅西側すぐを走る。 国道2号を越えて山側へ行くと、アジナダイニュータウンという広大な住宅街が広がる。ありがとうございます。